感動のさよなら、金プリ脱退、平野仕様と神宮寺優太の未来への一歩、金プリパン、ジャニーズファン、そして音楽愛好家の皆さん、驚きと感動の日々が巡りました。キングプリンス、以下、金プリの活動に華やかな幕が下ろされ、岸優太、神宮寺優太、平野仕様の3人がグループを脱退。岸以外の2人はジャニーズ事務所を離れることを選びました。突然の決断に、 多くのファンが別れに胸を痛め、感慨深さが広がっています。しかし、彼らの未来への一歩には仲間たちの会と愛が溢れています。5月22日、その日は多くのファンにとって忘れられない一日となりました。キンプリは最後のパフォーマンスを披露し、19日のミュージックステーションのスペシャルや20日のベヌー101に出演しました。その後、 キンプリ公式ツイッターは共演したスノーマンとの記念写真を投稿し、ジャニーズファミリーの絆を再確認させました。さらに、21日にはトラビッシュジャパンメンバーとの写真を公開し、応援に来てくれてました。と報告。まさに、キンプリとジャニーズファミリーとの絆は時間を超えて続くのです。トラビッシュジャパンの松田玄太も22日にジョニー S ウェブのブログで思いを綴りました。彼は、 キンプリの最後の日にトラビッシュジャパンが応援に駆けつけ、感慨深い瞬間を共有したことを明かしました。松田は、本当にすごい大好きなグループと称賛し、彼らの努力と葛藤に思いを馳せました。これからの未来への願いと、複雑な気持ちを綴りつつ、松田の心の中にある彼らへの尊敬と愛情が伝わってきます。さらに、スノーマンの向井康二やシクストーンスの森本慎太郎、 コーチユーモもブログでキンプリメンバーへの思いを分かち合いました。彼らは、キンプリとの素晴らしい共演や交流を振り返り、感謝の気持ちを表現しました。ジャニーズファミリーは、これからも絆を大切にし、支え合いながら成長し続けることでしょう。そして、仲間たちとの絆だけでなく、共演したドラマやラジオ番組を通じて気づかれた友情も、この別れの瞬間に温かさを放っています。へい、せい、 ジャンプの伊能慶は、神宮寺雄太との食事の思い出を語りました。二人での食事が初めてだったことや、共演したドラマのエピソードを明かしながら、神宮寺への尊敬と友情を感じさせます。また、伊能はラジオ番組で金プリのミュージックステーション、出演に向けた意気込みも明かし、彼らへのエールを送っています。そして、金プリメンバー自身もブログで感謝と未来への思いを綴っています。 高橋はファンと共に歩んだ時間に感謝し、元メンバーの岩橋も含めて、キングプリンス愛してるよー、と絆を示しました。平野仕様はこれまでの活動を振り返りながら、ジャニー北川氏との約束を果たせなかったことに悔しさを滲ませました。しかし、彼はファンに対して、自分を大切にするように呼びかけ、前向きな言葉で締めくくりました。神宮寺勇太も、 永遠のお別れではないと未来への希望を胸に、笑顔でブログを締めくくっています。キンプリの脱退という決断は、新たな未来への扉を開くための一歩であり、仲間たちとの絆がこれからも続いていくことを証明しています。彼らの歩んだ軌跡はファンの心に深く刻まれ、音楽と共に永遠に輝き続けることでしょう。キンプリの新たな旅路に、私たちも心からのエールと祈りを送りましょう。 未来で再び彼らの輝く姿を見る日が来ることを楽しみにしています。